お疲れ様ですじゃあ気になる男の213万いってみましょうかえっと今回はねなんで YouTube で稼げる人って一部の人だけなんだろうっていうことからお話ししようかと思うんですけどもね、まあ、実は YouTube に限らず稼げるのってその道で一部の人だけなんですよね野球とかスポーツどうでしょうかねもう日本では野球とかサッカーとかスポーツって山ほどあって大体あの幼い頃から小学生中学生のあたりで 何にかしかのスポーツ経験,経験するんですよねなのになぜかそんなに早い時期にやってるのに稼げるのって一部の人だけなんですよね、うん、細かいこと言うとその顧問の先生だってねスポーツなんて知らなくても給料入ってるわけですよね手当はまあ少ないらしいですけどもでもそういう意味で言うと稼いでるんですよそれから、まあ、スマホもありますけどもスマホで稼いでる人も一部の人だけなんですよ スマホを使っている人は多くっていう人数いるのに稼げてる人って極端に少ないんですよね。サムハド稼ぐの中には、まあ、スマホのケースを作ってるとかねスマホを販売しているとか、まあ、スマホそのものを作っているみたいな工場の人も込みでなんですけどもやっぱ一部の人だけなんですよね。こういうふうに世の中のありとあらゆるものが一部の人の稼ぎと大多数の人がそれに消費させられているってことのバランスで成り立ってるんですよね。でそう考えていくと YouTube だけが別にね、一部の人しか稼げないってわけじゃなくって、あらゆるものが一部の人しか稼げないわけですよ。じゃあ、その一部の人になるためには何をすればいいのかってことなんですけども、これは共通の法則があるんですよね。どの世界でも同じです。それは、まずは稼ぐ方法を知ることなんですよ。どうやったら稼ぐことができるのかってことですよね。これは YouTube に限らず、ブログでもそうですし、Twitter でもそうです。日々、多くの人が当たり前のように毎日のようにこういうのを使ってるのに、 なぜか稼げる方に意識を向けない人が大多数なんですよねで稼ぎもしないのにずっと時間や労力を消費させられていわゆる盗まれてねのほほんとしてるわけですよこれをちょっと前はね居酒屋時間って呼んでたんですよ居酒屋時間ってのは何かっていうと、まあ、私がね20代の頃って居酒屋の大ブームだったんですよとにかく居酒屋がボンボン出ていって会社帰りとか大学の合コンとかに使われてたんですよね その居酒屋で過ごす時間っていうのは大体平均3時間から長い人で5時間とかになってたんですよで開店時間特に決められてなかったんで開店時間っていうのは1回転っていうことですけども90分で退席してくださいっていうのはなかったんですよだからねものすごく居酒屋に時間を取られていたんですよねで時間取られていて儲かったかっていうと別にお金払うだけですからねで居酒屋ではお酒を飲みますんでその後すぐに頭も動かないですし体も動かないんですよ つまり居酒屋に行くことによって相当な時間が搾取されていたんですよねこれを居酒屋時間と呼ぶんですけどもまあバブル崩壊以降居酒屋時間っていうのがどん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 減っていって同時にテレビを見る人も減っていったんですよそんなことをやってる場合じゃないってことに気づいたんですよねで何をやったかっていうと情報収集をするようになったんですよ、まあ、インターネットも出てきましたしね情報収集するんですけどもでも情報収集ですら 居酒屋時間と同じななんですよねなんか賢くなった木ではいるんだけどもいろんなサイトを見て面白いな楽しいなためになったなで終わっちゃうんですよそういう人って結局は何か得をしたようでいて圧倒的な損をしてるんですよね人生の損なんですよでこういう人が稼げない大多数の人なんですよ、まあ、つまり稼げる方法を知ったところでねそれを使わなければ稼げないんですよねほとんどの人は使わないんですよ 以前みんなの銀行っていうのを紹介しましたけどもあれはマックス30万まで稼げるんですよしかも銀行のアプリ紹介するだけですからねこんな簡単なことでも知ってるけどやらないんですよねやったにしても23回で終わってしまうとかね1万円稼ぐ人ってほとんどいないんですよ30万稼げるのにやらないんですよ、うん、他にもねあのモッピーってポイントサイトとか A8net っていうのありますけどもやればお金になるのに方法を知ってるのにやらないんですよでお金はね侮ってるんですよね テクノロジーを侮ってるんですよねで一番効率の悪くてお金はもらえるけども大多数の人が時間や人生を消費する稼ぎ方にやっぱり陥ってしまうんですよねだからやっぱり年収はみんんなな低いものなんですよ残念ですけども同じ労力をかけるんだったらあむちゃくちゃ稼げる方が人生は買い取れるんですよね同じ10万円稼ぐのも1日の人と2週間の人っているわけですよ だからどっちが人生を無駄にしている棒に振っているかって明らかじゃないですかそれは一日で稼いで残りの時間は大切な人と過ごせばいいんですよでも残念ながら仕事があるから稼ぎのためにって言って愛する人との時間をね共有しない人も多い,いんですよまあそれでも稼げればいいんですよ稼げないことに一生懸命時間を費やしている人ってのはもう救いがないと言えますよね特にビジネスを志しているはずなのに何やってるんですかみたいなところですよね はい、というととうころでね、使いこなすってのはどういうことかっていうところにも話が及んで今日は終わっていきますけども使いこなすってのは結局それを現金化できたかっていうことでしょうね。なぜどんなものだって使う居酒屋だって同じスマホだって同じスマホに限らず YouTube もそうですけどもどんなものも利用するのはみんな一緒なんですよ利用した後にお金になりましたって人と時間を失いましたって人の2種類に分かれるんですよね。 あとはどっちを選びたいかってことなんですけども、うん、どうしてもね、この時間を搾取されるのが嫌だったら、まあ、少なくともどうやって無駄な時間を過ごさなくて済むのか、どうやったら同じ時間を過ごすのに稼いだ上に楽しかったっていうふうに思えるのか、ね、その方法をどっかのコミュニティに入ればいいんじゃないかなっていうところで、多分私の方から、高さのね、覆面 YouTuber アカデミーを紹介するのは今日が最後になると思います。えー、明日からね、また、 別のことでやっていきたいなと思うとまた次回のプロモーションがありましたらその間近にねまたセールスさしたいと思いますけどもセールスもね慢性的になるとねこれはこれで売れなくなりますんでやっぱりある日を限ってやっていかないとなるともちろんタガさんがのどんどんね YouTube アカデミーを紹介するのはどんどんやってもらったらいいと思いますけども私の方からはこの辺にしておかなければズーム m 対談も終わっていつまでやってんだってことになりますんでね あのズーム対なんで締め切れじゃなかったのかみたいになってもいけないんで私の方からは以上でございますはいじゃあ最後にもう一言言わせてもらいますけども稼げるのは一部の人だけなんですよだから稼げる方法を知ることとそれを使っていくこと使いこなすこと、うんまあ、私の話はねこの辺までにしときましょうか次回は使いこなすって一体何なんだみたいなところにもねちょっと話を進めたいと思いますけどもその前にたくさんの使いこなすことのちょっとね考えを聞いてみたいなと思います